こんばんは。今日はですね、何日だ、2019年の2月の15日金曜日、11時48分です。よろしく。雪降ってたよ、さっき。そんな寒くないのに雪降ることあんだね。びっくりした。雪ボイス。ママさん、こんにちは。こんにちは。タケルノミコトさん、巻物を3冊プレゼントしました。ありがとう、巻物ありがとう。田辺さん、洗い物めんどい。いや、好きだね。はい、わだつ。田辺さん、何で好きなんだ？手冷たくね。お湯で洗ってるよ。なんで好き？いや、なんか綺麗になるのよくない？洗い物昔から好きだな。
さんゴミ捨てめんどい？めんどいね。巻物をプレゼントしました。スミルクさん巻物をプレゼントしました。スミルクさん巻物をプレゼントしました。スミルクさんありがとう。風船をプレゼントしました。巻物ありがとう。巻物3個ありがとう。その服着てるな、気に入ってるのか。これしか持ってない。別に気に入ってないよ。ふわとたけるのみことさん巻物を3冊プレゼントしました。ふわとたけるのみことさん巻物を3冊プレゼントしました。あ、巻物ありがとう。巻物ありがとう。 Thank you。
これなんかね、1位になると、今9位なんだけど、この巻物のイベント1位になるとね、あれがもらえるらしい。銅像が送られてくるんだって。いらないよね。銅像。タケルの見事さん巻物を3冊プレゼントしました。ありがとうね。田辺さん、ダルク歌って。バラバラに散らばる花びら、雫はくれない。なんで歌わせたの。田辺さん、お前面白いな。あ、巻物ありがとう。パチパチ。いや、歌えって言うから。腹減らないパティーンだこれ。洗い物やったらお腹いっぱいになっちゃったパティーン。田辺さん、禁煙にチャレンジしてよ。なんで。タバコ好きなのに。うわ、お腹いっぱいになってきた。いいや、やめよう。食うのやめよう。たまにあるんだよな、腹いっぱいになったわ。コーヒー買ってこよう。朝飯やっぱ人間いらんねえ。ちゃんと別れてないんだよな。のちゃん別れたよ。ふわとたけるのみことさん、巻物を3冊プレゼントしました。はいはい、ありがとう。田辺さん、なんで別れたん。いや、もう来ないって振られたか。そういうのいいから W。決めつけ半端ねえ、こいつ。うぜえ。キモ。田辺さん、グレー歌って。あなたを彩るすべてを抱きしめて。宝物兵長さん、お前おもろい。田辺さん、お前おもしろな。うん。歌い手だからね。
高卒兵長さん、そのパーカージャック・ダニエル。ジャック・ダニエル。田辺さん、ウイスキー。ウイスキー。さん、服に興味ないのか？ない、まるでない。服はまるで興味ないだよ。だって高い服買ってなんか意味ある？高卒兵長さん、どこで買えるの？わかんない、プレゼント。ジーパン興味あるのに。でもジーパンもう買わない、多分一生分買ったよ。 4枚あるから、もう一生これ着るって決めてる。子供の頃欲しかったもの買っただけだから、ただの布綺麗だからね。オルフレンさん、全裸ですでに和道ブランドだからだ。うん、全然興味ないね。高卒兵長さん、なんていうジーパン？リーバイス、リーバイスのヴィンテージ。長さん、501も1本持ってて、アメリカで再生産したやつ。606が3本。ファンタスティッククライシス、わかんない、ごめん、初めて聞いた。コーヒーでも飲むか。ファンタスティッククライシスなんて聞いたことないな。田辺さん、それ何？500円貯金。高卒兵長さん、一生着れるの？長さん、グレイへの戸惑い、歌って。
惑いってなんだっけ、わかんない、戸惑い知らない。ただいま。一生着れる、直していけば着れるでしょう。ジーパンは一生ものでしょう。カブさん、ワドさん、ヤホー。ヤホー。田辺さん、ゲームしないの？ゲームやんないね、全然ね。ゲームやらないね。田辺さん好きだったゲーム教えて。ドラクエかな、ロックマンとか、あと何やったかな、スーパーファミコン。ドラクエが一番面白かった気がするけど、あ、ストリートファイター2いっぱいやったな。あと、なんだろう。一通り、なんか世代のゲームはやったけど、あんまりなんかゲームにドハマりしたみたいなのはないな。スーパーメトロイド面白かったね。ゲーマーではないかな。ゲームはやったけど。32ぐらいか。33で今年4だね。今年4。ちょっと。ケピー。デジモンやってた？弟が買って、あのプレステのデジモンや面白かったな。デジモンは弟が持ってたね。で、うん、やったけど面白かったな、あれ。デジモンワールドだっけ？プレステ版のデジモン面白かったよ。まあだって、田辺さんハイパーヨーヨーは？ああ、もうやったやった。ハイパーヨーヨーもやった。デジモンも小さいやつ持ってたね。一番最初のデジモン、こんなたまごっちみたいなやつね。あんま小さいやつ面白くなかったけど。田辺さん、エアガン好きそうだな、お前。いや、エアガンは始めたのは去年とか一昨年じゃないかな。そんなに好きでもないね。面白いけどね、あんまりハマらないかな。なんか文化系の遊びの方が好きかもしれないね。体育会系の遊びはあんま好きじゃないかも。ふわとたけるのみことさん、巻物、ありがとう、しました。メルヘンいらっしゃい。田辺さん、映画の2時間の概念って変えた方がよくね、もっと短くして安くするべき。いやー、どうなんだろう。俺2時間が一番いいと思うけどな。イカ娘さん、巻物を2冊プレゼントしました。ただ映画は日本高すぎるよな。タケルノミコトさん、巻物を3冊プレゼントしました。映画は1000円ぐらいにするべきだっていう考えかな。ちょっと高いよね。タケルノミコトさん、5倍巻物を3冊プレゼントしました。タバコ、あれタバコどこやった俺。イカ娘さん、こんにちは。おお、タバコ、タバコ。ゆうたんさん、巻物をプレゼントしました。
ゆうたんさん巻物をプレゼントしました。ゆうたんさん巻物をおーブスいらっしゃいしました。え、お前よっさんに惚れてんの？ゆうたん、よっさんのこと好きなの？巻物を3冊プレゼントしました。ありがとう。ブスってひどい。さん、女性に対して BS はねえだろ。シャムさん、フランスは映画定額で見放題らしい。え、あー、ひろゆきがね、そうだよね。よっさん好きなんだ。なんだ。なえるわ、なんか。ああいうのがタイプなんだ。何地味に傷ついてんだよ。いや、ゆうたんワンチャンあるかなと思ったんだけど、ないか。オルフレンさん、関慎吾かよっさんの究極の選択。ああ、同ジャンルだよね。慎吾さんとよっさん同ジャンルだよね。でもよっさんの方がモテるんだよね。よっさんとキスできるメンタルがすごい。よっさんモテるよ。片山神さん9位だ、すげえ。9位だね。さん、よっさんガチ嫌いだわ。あー、おんさんバーガーを2個プレゼントしました。おんさんいいねを20個プレゼントしました。おんさんハートを2個プレゼントしました。巻物を3冊プレゼントしました。ポンさん巻物を3冊プレゼントしました。片山仁さん、俺は窓打ってやつがガチ嫌い。髪の毛アッシュにしようぜ。ブルーにするかな、髪の毛。フ
ムワド、タケルノミコトさん巻物を3冊プレゼントしました。さん好きなアグジャンル教えて。特にないかな、ノーマルかな。なんか綺麗な映像の作品が好きだね。揺れてんだ。揺れてる？揺れてる？田辺さん何してるんだ？シャドーボクシングか？ああ、いや、捨て頃の試合見てたわ。あ、ごめんごめん。捨て頃の試合見てるからイメージトレーニングで多分揺れてるんだと思う。体が勝手に。直樹兄さんのパンチ避けてたわ。揺れてた？今、捨て頃の試合見てんだよね。面白いね。体が勝手に揺れて。ウィービングしてたの。初見です、こんにちは。こんにちは、初見さんいらっしゃい。体重何キロ？わかんない、測ってない。体重計持ってないんだよね。70キロは切ってるんじゃないかな。腹だいぶ痩せたから。だいぶ痩せたよ。何キロぐらいなんだろう。身長は170。チビだよ。
田辺さん部屋で一番気に入ってるものを教えて。その顔も知れだ。面白かった。タケルノミコトさん巻物を3冊プレゼントしました。エクスパンドさん巻物をプレゼントしました。エクスパンドさん巻物をプレゼントしました。エクスパンドさん巻物をプレゼントしました。カラオケ枠やってもいい？カラオケ枠。エクスパンドさん無理アイテム入った時だけだからな、わら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 。カラオケ枠やってもいいですか？じゃあカラオケ枠準備するんで、また後で。お疲れ。田辺さんスマップ歌って。いいよ。